ファミリーマートで日本でたった1店舗しか売ってないところに行ってまいりました。結構ちゃんとウォッシュかかってるので、めちゃくちゃ柔らかいんですよ。おすすめの人とはどういう人がおすすめかというと、やっぱり、はい、本日ですね、日本で1店舗限定のデニムジャケットを購入したのでご紹介していきたいなと思います。ということで、こちら誰でも知ってると思うんですけども、ファミリーマートってありますよね。ファミリーマートで日本でたった1店舗しか売ってないところに行ってまいりました。こちらがズドンということで、こちらの方に画像映ってると思うんですけど、ファミマびっくりマークっていうところなんですよ。で、そこでしか販売してないのがこちらのデニムジャケットになるんですね。で、もっと言うとデニムのパンツもあったりするんですけど、今回はジャケットに絞って購入させていただきました。だからね、わざわざね、今回ね、東京の麻布台っていうところにしかないからそこまで行きましたよ。ファミリーマート YouTuber って言われてるから、それ買いに行かなあかんと思って、は買いに行きましたよ。いろいろ皆さんですね、見ていただいて、これ実際ありなんとか、いやいや、それやったらこっちの方がええやんっていう代案とかもちょっとありますので、そういうところをお話していきたいなと思います。で、これはですね、ファミリーマート関連の方もちょっと見ていただいているということで、あんまりディスるとワークマンの二の舞になりますので、あんまりディスらないように行こうと思うんですけど、まあ、まずパッと見ていただきましょう。このカラーっていうのが一色しかないんですね。で、例えば、もっと、こう、ダメージの加工が入ってるっていうやつもないので、これ一色しかない。インディゴっていうカラーしかないんですけども、サイズがですね、僕今回 L サイズで着用しております。で、いかがですか？え、これ全然いいやん、いけるやんって感じじゃないですか。で、デニムジャケット、はい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 、ファミリーマート最近マジでアパレル頑張ってるなって感じだと思うんですけど、実は最近結構アパレル頑張ってるのって無印とかも今日頑張ってたりとかするので、無印もなんかデニムがあったりとかするみたいなんで、またこの春それ買おうとは思ってるんですけど、僕ねついこの間ね、ルイ・ヴィトンの65万円のデニムジャケットを、買おうと思って行ったんですけど、サイズがなかったんですよ。でもこっちに画像あるように、でこれがね65万円で、で今回のファミリーマートの方はそんな65万もしませんよ。これがですね、値段が確か何ぼやったかな、9000円とかそんな感じやったと思います。で形的に見てもらったら分かる通り、どっちかってクラシックな感じの、身幅が太くて丈が短いっていう、もうGジャンっていうイメージの感じのGジャンになってるかなと思います。でビトンの方はメイドインジャパンの生地なんですよ。縫製は違うけど生地はメイドインジャパンの生地使ってて、それと全く同じ生地で僕デニムのGジャン作ろうと思ってるんですけども、まあ、だから買いに行こうと思ったんやけども、サイズがなかったということで、でこっちに関しては逆におそらく、メイドインベトナムって書いてるんですけど、縫製はベトナムやけど生地も、日本ではないかなとは思います。日本やったら多分この値段でちょっときついんちゃうかなと思うんですけど、まあ、もし日本の生地やったとしてもそこまで生地代としては高くないような感じになってるんじゃないかなと思います。っていうのもなんでかというと、これね大量生産できるデニムの生地で作ってて、大量生産できない生地っていうのはこういったセルビッチがついてるんですけども、まあ、特にこういうセルビッチとかがあるわけじゃなくて、まあ、見比べてもらったら分かりますよね。こういう感じで色の違い、このノンウォッシュっていう全く洗ってないのと、このワンウォッシュしてるので少し色味が青くなってるっていうような印象ですよね。でデニムってこの色味から洗えば洗うだけこうやって落ちていくっていう、まあ、これ生地見本なんですけどね、こういう風にこの色味がワンウォッシュするとちょっとブルーっぽくなるっていうかね、ネイビーになってさらに薄くなっていくっていうような流れをたどるんですけど、まあそれ言うと今回のGジャンって多分このあたりやっぱワンウォッシュはしてるよねっていうね色味になってくる。ともすればもう一個言ったらこのね、結構加工もちゃんと入ってるよねっていうようなイメージかなと思うんですけど、そういったGジャンになってると思います。厚みがですね、これ結構ちゃんとした普通のGジャンと同じで13オンスなんですよ。13オンスっていうと普通のデニムジャケットぐらい。例えばこの日本の FOB っていう FOB ファクトリーっていうところの会社さんとかで作ってるデニムとか、これも多分13オンス前後やと思うんですよ。14とか13とか12とかそのあたりだと思うんですけど、まあ、そんな感じとかになってて、このファミリーマートやからすごい劣化しやすいとかっていうのはもう全くないので、まあ、普通のコットン使っててデニムなので強度はもちろんある、まあ、元々作業着やったんでね問題ないんちゃうかなと思うんですけど、もう先にねちょっとデメリット言いかせてください。何かっていうと、これファミリーマート1店舗しか売ってないっていうところですごい希少価値はあるんですけど、その反面デニムジャケットこれやったらユニクロでよくねっていう感じなんですよね。すごい品質がめちゃくちゃベラボーに高いっていうわけじゃなくて、まあ、ワンウォッシュしてるから柔らかくなってる、柔らかくなってるからこう着やすいんですよ。で着なじみもいいというか、例えばこういうノンウォッシュのってこの肘曲げた時にここも一緒にねギューってこう固なってるので、僕ねこのジャケットをベースにね、あのルイ・ヴィトンさんが使ってる生地を使って50年後も着るジャケットのセットアップっていうのを作ろうと思ってるんですけど、これねやっぱギュッてここがこのだいぶノリが硬いっていうところで柔らかくはないですね。これ見てもらった通りこう折れてないというかピーンってなってるでしょ。だから生地も硬いんですけど、そういうのってやっぱり重ね着とかに向いてないんですよ。こういうロンT1枚ぐらいだったらまあまあ着れんことないけども、こう何枚もレイヤードしていったり、ここにインナーダウンの中に入れるとかってなってくるともう動きにくくなってくるので、少しレザー着てるような感覚なんですけど、ファミマとそれがないので動きやすいのは動きやすいんですけど、別にワンウォッシュしてるGジャンって別にどこにでもあるっちゃあるじゃないですか。それこそライトオンとかにも多分あると思うし、エドウィンとかにもあると思うし、別にどこにでもあるから、このGジャンがすごいいいんかって言われたらちょっとわからないんですけども、12月の5日ぐらいから発売されてまだ3ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、多分数量限定とかではないので基本
本的にはそこの麻布台のファミリーマートに行けばあるはずなんですよ。で、作りとしてもすごいちゃんとしてる作りかって言われたら、ちょっとこの辺縫製も曲がってるんですね。よく見てもらったら分かる通り、ここの縫製がね、このこっちに行っても分かります。こうキューってこう曲がってるの分かります。だからちょっとこういうところが、まあ、メイドインベトナムのちょっと雰囲気が出てたりするんですけども、まあ、パターン的にはね、しっかりしてるんちゃうかなと思います。で、おすすめの人とはどういう人がおすすめかというと、これは、モデルは多分おそらくサードをね、モデルにしてると思うんですよ。あの、ジージャンの、まあ、リーバイスのサードみたいなね。まあ、この前のステッチ見てもらったらわかる通り、このサードの仕様と同じやし、あとまあ、後ろのところとかも、こういう横にね、ボタンがついてたりするっていうところも、ヴィンテージがお好きやったら、ヴィンテージのサードをまあ、モチーフにしたんちゃうかなと思うけども、多分これ買う人って、ヴィンテージのデニムジャケットが好きな人が買う人ではないと思うので、どういう人が買うんかなと思って見てたんですよ。そしたら、結構海外の人がやっぱ見てはりましたね。海外の人が、結構何人も触ってはったんで、やっぱり日本で置いてるデニムっていいっていう多分認識があると思うんですよ。だからほんまにメイドインジャパンのもんちゃうねんけどなって僕は思いながらね、ちょっとチラチラ横目では見ておりました。とは言いながらもね、どういう人がおすすめなんかっていうと、やっぱシルエットがこう今風なんで、前僕以前紹介したこのファミリーマートのパーカなんかと一緒に合わせるとね、すごいシルエットは綺麗になると思うんですよ。で、こういう風な感じで合わせてもらったらめちゃくちゃシルエットも綺麗やし、でなおかつちゃんとこういう風に動きやすくなるように洗いもかけてて、普通の1回の洗いとかやったらまだ硬かったりするんですけど、結構ちゃんとウォッシュかかってるのでめちゃくちゃ柔らかいんですよ。ロンティー着てるのとあんま変わらんぐらいな感覚で着れますので、ジージャンって動きにくいねんなとか、なんかちょっとガシガシしてんの嫌なんやなっていう人なんかはね、すごい柔らかくて着やすいんじゃないかなと思います。で、まあジージャンで1万円着るって、まあファミリーマートで1万円払うの高いですよ。普通におにぎり買って水買って200〜300円のに、9900円も払わなあかんのって高いけども、アパレルって考えた時には、まあ確かに1万円以下でジージャンやったら、まあそんなめちゃくちゃ高いわけじゃないよねっていう感じなんで、まあこれは東京近辺限定なっちゃうかもしれないんですけど、オンラインしてるのかなちょっとわからないので、東京に住んでる方、もしくは東京に行かれた方とかでちょっと興味あるなって方は、実際店舗行ってもらって、ファミリーマートあるので、まあ、着用したりとかしてもらえたらなと思います。ただサイズがね、これね、毎度のことないけど M と L しかないんですよ。で、僕これ L 着てますってことはですよ、僕よりも背の高い方、もしくは肩幅の広い方、残念でございますけども、ファミリーマートの、本部の方電話してください。おい、いい加減 XL 作らんかいと、わし着るのないやないかい言うてもらったら、多分ファミリーマートの方もちょっと考えはるかなと思いますし、逆に S サイズが欲しいよっていう方とか、女性の方とかもファミリーマートさんの方にね、電話してください。決して間違っても僕の方には電話しないでくださいということになってますので、そういったことでね、今回ねファミリーマートの、Gジャンの方を紹介させていただきました。パンツの方も生地は全く一緒だったんで、まあ、パンツが欲しいって方はパンツもね、ネットの方から見ていただいたりとかして実際履いてもらうっていうのはいいと思うんですけど、あとはデニムなんでね、洗濯するときはこういう白のロンティーとかとは別にさえ洗えば、特段これ細かくなんか気にするようなことってあんまないので、普通にまあ洗濯機やったり、まあおしゃれ着洗いしたり裏返したりしながらね、自分で色落ち楽しんだり、いや色落ちさせたくないなっていう時は裏返してネットに入れておけば色落ちも防げるし、いやガンガン色落ちさせたいっていう方は表のまま洗濯機ぶち込んでいっていければどんどん色も抜けていくし、まあインディゴってもともと色抜けやすいんですね。だから経年変化がより楽しみやすいので、そういう風に楽しむっていうのも一つの手じゃないかなということで、今回はファミリーマートの方からデニムが出てるってことで慌てて買いに行きました。で、皆さんも興味があれば慌てて行ってみてくださいということで、本日はですね、ファミマのデニムということになってました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。